皆さんどうもマグロユッケです。突然ですが先日、当チャンネルのチャンネル登録者数が700人を突破いたお魚くわえたドラ猫を目撃いたしました。あんなの本当にいるんですね。しかも結構な住宅街だったので、一体どこからくわえてきたんでしょう。夕飯の支度をしている民家に侵入してくわえてきたのならばそれはまさにドラ猫で可愛かったです。というわけで南マグロです。最近は本当にバイクが気持ちいい日が続いてますね。マグロユッケもさーて編集も終わったし一挙走りに行くかと意気込んでいたところ、前回ドラレコをつけるのを間違えてジャフった話をしたと思いますが、何を思ったか先にそれだけ車に取り付けようと思い立ってしまったんですね。そうしてウキウキしながらドラレコを取り付け始め、あれも違うこれも違うと DIY を楽しんでいたのですが、気づけばこんな時間でした。まあ結果満足できる感じに取り付けられたのでよしとします。で、今回はどこに向かっているのかというと、あったかくなってきたしつくで手作り村にトマトソフトをぶたらっこえー、ブシューってしないでねブシューって、気を取り直して、あったかくなってきたしつくで手作り村にトマトソフトを食いに行くぞー。ついでに前回路面凍結で忘れなかった本宮山スカイラインのリベンジもしに行こうと思います。いや、ついでですよついで。なんたってマグロユッケのツーリングは甘いものありきなので、愛知県内で甘いものにありつけるツーリングスポットをご存知の方、もしいらっしゃればコメントで教えてください。泣いて喜びます。で、今回もつくで手作り村に行くルートとしてこの、岡崎設楽線県道35号線を走っているわけですが、今日こそは県道37号線で行こうと思っていたのに、木原沢の交差点を目の前にした途端、ミニペケちゃんが勝手にまっすぐ進んでいました。ついつい同じ道で行こうとしてしまうんですよねー。あれってなんでなんですかね。隣にそれはそれはうまそうな新作ハンバーグ弁当が置いてあるのに、いつものミニ幕の内弁当を手に取ってしまうあの感覚、デジャブとは違うんですよねー。あれにもちゃんとれっきとした名前とかってあるんですかね。まあ、そんなこんなでいつもの道を走っております。前の関宮がさっきから運転激うまです。ですがいつもとは違ったことが一つだけあります。それは、時間がないことだー。家を出てきたのがお昼3時過ぎ。まあまあこのくらいの時間ならトマトソフト食べれるっしょと出てきたのもつかの間。半分くらい来たところで時間は16時。そして肝心なトマトソフトが食べれる売店の営業時間は17時まで。これは非常にまずいですよ。最悪トマトソフトも食べれずすっかり暗くなってしまって、わずかな取れ高もなくトンボ返りする船になってしまう恐れがあります。あ、取れ高とか言っちゃ、というわけで割と急ぎ目でツーリングしております。前を言ってる関宮がさっきからいいタイムを叩き出してそうなので、ペースカーに続いてコンスタントにラップタイムを縮めております。あってなんだそこ曲がっちゃうのか。さよならペースカー、いいランデブーでした。どうせならつくで手作り村まで一緒にランデブーしたかったんですけどね。どうしてもあの先にお花を届けなきゃいけない予定でもあったんでしょう。きっとお花が枯れる前に届けたい。その思いからあれほどの運転技術を身につけたんでしょうね。まあでもこれであとは己との勝負。絶対にトマトソフトにありつく。その一心で快速を取り、一時停止は止まりましょう。左見て。いざ、ここからは車も少なくなるのでゆっくり走れます。ゆっくりしていってね。敵が合う。急がないとトマトソフトが食べれないのに。ついつい一時停止に体が反応してしまう。まるでフリスビーマッシブラのワンワンオのように、本能がそうさせるように、なぜ右左を確認しないと気が済まないんだー。あ、寝起き太郎村さんこんにちは。今回もちょっと通らせてもらいますね。というか本当になんで鬼太郎なんですか？うおー、走行してる間に結構もう時間がやばめだー。ちなみにマグロニスケが山道を走る際は、結構4速と3速のみでは知ってます。というか多分、ミニペケさんユーザーは大抵そうですよ。腕をびっくりした。こんなところでミニバンとすれ違うとは。でまあ、5速以上を使わない理由ですが、本当に登らないんです。まあ登らないと言っても、登ってる最中に減速したりするほどじゃないのでいいのですが、気づいたら限界までアクセルひねってたりすることが多々あります。なので基本、登っている最中はいくら振動がすごくても3速4速に頼っています。あと鼻によりも気持ちいい。ぐいぐい登ってくれるので、山道がまた一段と楽しくなります。まあ、ブレーキ性能に関しては 125cc なりなので、スピードの出しすぎには注意してます。手前回思ってたんですけど、つくで手作り村に向かう時のここが好き。お、風が綺麗だな。ほい。うそ。これがソロツーリストの慣れの果てです。どうです？
痛々しいでしょう。はい。自分でも編集しながら心に大ダメージを受けておりますので大丈夫です。まあまだマグロユッケがインカムを導入していないのが悪いんですが、少しまだツーリングというものに敷居の高さを感じております。6月頃には二輪免許を取って1年が経ち、インカムの導入を考えていますので、6月以降、もし暇な方がいればツーリング誘っていただけると嬉しいです。まあ行けるとはかみりませんけどね。あれ、あの目を合わせちゃいけないかかしいなくな。というわけで、菊で手作り村到着。さてさてライダーさんはいるかな？お、いるいる。しかしやっぱり大型ばっかだな。しょうがないからいつものとこに止めよう。桜が綺麗だな。というわけで急いでトマトソフト探してきます。さてさていいどこにあるんですかトマトソフト。菊で手作り村には五平餅が食べれる、有機工房や林ライスなどが食べれる、アジサイ館などがあります。まあ多分有機工房側にあると思うので意外だとすべきこっちじゃなかったです。アジサイ館に戻る前にトンチン館に寄って癒されよう。お、ニジマス放流されてるの初めて見た。隣の土手から釣ってそれを焼いてくれるのかな。お、ダットが2匹。こんな感じで檻の周りに穴ぼこがいっぱいあって、よく脱走して駆け回ってます。そしてこちらヤギのサクちゃん。基本いつも何か食べてます。トンチン館では餌を無人販売しているようなので、今度時間のある時にあげてみたいですね。あれ、まだ中に戻ってないのか。っていうかさっきアジサイ館の方にもダットがいたし、君たちのウサギだったりするの？てお、なんだなんだ寄ってきて。金目のものなんて持ってないぞ。まあ指をくんかくんかするくらいは許そう。ほれほれ。さよなら。かわいい。動物がこう慣れ合ってるのってほんと癒されますよね。もし将来ペットを飼うことがあれば2匹セットで飼いたいですね。っていうかあの2匹ずっと一緒だな。兄弟だったりするのかな。生まれは違っても小さい時からずっと一緒だったり。まあ何にせよかわいい。そしてこちらアヒルちゃんたち。一羽一羽ちゃんと名前がついてるっぽいですが、どれがどれだか全くわからんです。というわけでなんとかトマトソフトにありつけました。トマトっていうより売り系の味がしましたが、やっぱり美味しかったです。うまい。お求めできるのはこちら、アジサイ館正面から入って左の小窓から注文します。トマトソフトの余韻を楽しんでいたらカモフラカーに出くわしました。ツイッターの意見を聞く限り新型のアウトランダーっぽいですね。何それ、そんな鳴き声ある？なんかバカにされてるような気もするので戻ります。さてそれじゃ本宮さんちょっくらリベンジしに行きますか。まだまだ日は持ちそうだな。よし、前回入り口のところまで動画で説明しているので、カットー、将来行くぞー。あの頃が嘘かのように雪なんて残ってないですね。まあでもあの時のせいで入り口のチェーン脱着場の看板が少しトラウマになっています。そして映像では伝わりにくいんですが、これかなり登っています。4速で6500回転くらいでしょうか。アップダウンの激しい道を気持ちよくツーリングするにはこのくらいが一番快適ですかね。カーブの進入もエグいカーブじゃなければ4速のままです。お、言ってにこれ見よがしな登り坂が見えてきました。ちょっと試しに4速だけでどこまで登れるか見ていきましょう。
125でも全然登れるもんでしょ。そりゃもっと排気量あれば楽なもんは楽なんでしょうけど、山道を走る上での楽しさでは負けていませんよね。まあでもマグロユッケはビビりなので、ステップと地面の間はまだ多分5センチくらい空いてます。手を多く持っちゃってるけど綺麗だー。なんか中国4000年の歴史とかっぽくない？というかだいぶ登ってきたんだけどまだ頂上じゃないのかな。うん、これは結構展望台からの眺めは期待できるぞ。うん、これはなんか神社とか書いてあるし違うのかな。まあでもこの先あたりにあるのかな。日が暮れないうちにどんどん行くぞー。あれでもちょっと待って、これ下ってるくない？下ってますわこれ。あーもう全然下っちゃってる。リベンジしに来たつもりがまた課題を残してきてしまった。まあ頂上までは行けたし、こっちの新城側も初めて走るのでいいかな。自分で言うのもなんですが、下りのカーブが上手くなったなぁと思います。というのも、実はマグロユッケ、免許取ってすぐの間は下りカーブが本当に苦手でした。ブレーキはどれを使えばいいのかとか、どう倒せば怖くないのかとか、いろいろ気になって調べていたのですが、そこで見つけたのがこれまた棒白ベースの棒宮さんの動画だったんで、出やたらカーブ長いな。で、そこで棒宮さんが言ってたのは、下りのカーブに対しては体は斜め前荷重、そして旋回方向側の肘を気持ち内側に入れる。とりあえずこの2点だけを実践してみたところ、びっくりするくらい安心して曲がれるようになりました。二宮さん、ありがとうございます。お、そんなこんなしてるうちに終点の兆しが。交差点だー。ふん、一応これで大まかなリベンジは果たせましたね。しかしなんだろう、ここに来るまで対向車が1台もいなかったような。まあいいか、日が落ちる前に帰るでおい。うん、うん、うんうん、なるほどなるほど、こっちの方が綺麗だし楽だわ。というわけでまたね、北郎村経由で帰ります。なんで北郎なの？というわけで岡崎市内までワープしてきました。今回本宮山スカイラインのリベンジは果たしましたが、景色を見ることができなかったので、岡崎市内にあるかなりマニアックな展望台を紹介して終わろうと思います。もうすでに走っている地域がマニアックですからね。そして着きました。正面に見えるのが梅園公園で、その中に展望台があります。しかし夜間は駐車場が閉鎖されるので、ささっと見てささっと出ていかないといけません。というわけでは、あれが展望台です。誰が何と言おうと展望台です。登りま、そしてはい、これが岡崎市内を一望できる梅園展望台です。綺麗でしょ？綺麗ですよね。そう、綺麗なんですよ。とまあ、綺麗を押し売りしたところで今回は終わりたいと思います。いかがだったでしょうか？これからどんどん暖かくなるので、つくで手作り村のトマトソフトはぜひ皆さんにも食べてみてもらいたいですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、ツイッターフォローよろしくお願いします。ではでは、結局鬼太郎って何なの？